こんにちは。皆さん、ポジティブジャーニーへようこそ。今日は恋愛と脳の関係について掘り下げます。愛の化学反応。5つのサインで恋愛脳を解析と題し、恋愛時の脳の反応を科学的に解説します。恋するとき、私たちの脳内で一体何が起こっているのでしょうか。一緒に探っていきましょう。恋愛脳の紹介。恋愛脳とは、恋愛時に私たちの脳内で起こる一連の化学反応のことを指します。恋をすると、脳はドーパミンやセロトニンなどの神経伝達物質を放出し、私たちの感情や行動に影響を与えます。これらの物質は、私たちが恋愛を感じる方法や、なぜ特定の人に惹かれるのかを説明する鍵となります。サイン1、ドーパミンの増加。最初のサインは、ドーパミンの増加です。ドーパミンは、報酬ホルモンとして知られ、喜びや満足感を感じさせます。恋愛中、特に初期段階で、ドーパミンのレベルが高まり、興奮や幸福感を引き起こします。これが恋に落ちると心躍るような感覚を感じる理由です。サインにセロトニンの変動、次にセロトニンの変動です。セロトニンは気分を安定させる効果があり、恋愛時にはそのレベルが変化します。恋愛中のセロトニンレベルが低下すると、私たちはパートナーに執着しやすくなり、恋愛に対する脅迫的な思考に陥ることがあります。サイン3、ストレスホルモンの変化。恋愛はストレスホルモンにも影響を与えます。恋愛が始まると、ストレス反応としてアドレナリンやコルチゾールのレベルが上昇することがあります。これはドキドキする感覚や緊張感の原因となります。しかし、これらのストレスホルモンの変化は、恋愛が進展するにつれて安定します。サインの感情領域の活性化。恋愛時には脳の感情領域が活性化します。特に脳の報酬系が関与し、愛情や絆を深めることに寄与します。この活性化により、私たちはパートナーとの絆を強く感じ、彼らに対する愛情を深めます。サイン後、愛着ホルモンの役割。愛着ホルモン、特にオキシトシンとバソプレッシンは、長期的な愛情関係の形成に重要な役割を果たします。これらのホルモンは、信頼感や安心感を生み出し、カップル間の深い絆を築きます。また、親子間の絆の形成にも関与しています。恋愛脳の全体像。これらの化学反応は複雑に絡み合い、私たちの恋愛感情や行動を形作ります。恋愛脳の理解により、自分の感情やパートナーの行動をより深く理解することができます。これは健康的な恋愛関係を築くための強力なツールとなり得ます。今日のビデオが恋愛と脳の関係についての理解を深め、皆さんの恋愛生活に役立つことを願っています。このビデオが気に入ったら、ぜひいいねを押し、チャンネル登録をお願いします。次回も有益な心理学の情報をお届けしますので、お楽しみに。このチャンネルの他のビデオもチェックして、恋愛や心理学に関するさらなる知識を得てください。次回のビデオでまたお会いしましょう。